午前7時ごろですね、岐阜市内の様子なんですが、こう156号線が前を走ってまして、で、まあ、結構な積雪なんですね。ここはあの坂になってますのでね、まあ、自動車も随分徐行して走ってますけども、一応その、まあ、通行止めとかね、渋滞という状況ではないです。昨日の夕方ぐらいからね、雪が降り出したんですけども、まあ夜中中ね降ったようですね。まあ方向的にはね、この右端あたりがあの御嶽山の方向になるんですね。天気のいい日はね、御嶽山が見える日もあるんですけど、今のところまあ遠方は曇ってますね。ただもう雪は止んでまして、まあ、これからね、今日一日は晴れるんじゃないかと。これ望遠レンズでね、ちょっと山の樹木の方をアップにしてますけども、まだ細かい雪がね、やっぱりパラパラ降ってますね。まあ、標高200メートルぐらいの小さい山なんですけどね、あの、こんな山でもあの、なんていうんですかね、こう何かこう気流の影響があるんでしょうかね、煙ってみたり、あの、雪が舞ったりね、あの、多少の天候の変化に今影響がありますね。まあ、反対側のね、裏山の様子ですね。鏡原方面をちょっと見てみたいと思います。まあ、こちらの、ね、山のね、向こうが鏡原市になりますね。やはりまだちらほらとね、小雪が舞うという感じになってますね。やはりあのパラパラと雪舞ってますね。本当にね、この山の頂上と、まあ、今私がね、写真撮ってるところと高さとしてはね、あの、標高100メートルも変わらないと思いますけど、やはり山がありますとね、あの、随分この風の流れが違いますね。雪の舞い方が、ちょっとね、あの、量が違います。まあ、この周辺の山はね、昔は赤松がいっぱいあって、まあ、竹とか取れた山なんですけどね、こうしてちょっと望遠レンズで覗いてますと、結構松枯れと言いますかね、枯れた松の木がそのままね、なっているような感じに見えますね。まあ、裏山の方もね、このように今、真っ白となってましてね、まあ、ちょっと今日はね、農作業とか何もできないなという感じですし、ちょっとご近所でね、まあ、雪かきをしておられる音も聞こえますんで、まあ、私もちょっとね、通路ぐらいの部分は、雪かきをね、しなければいけないなと思っておりますね。岐阜市ですね、朝7時の様子でした。